ート自動車交通のハイヤー等トとートート自動車のハイヤーハイヤーは営業所、車庫などを拠点に利用客の要請に応じて、廃車に応じる自動車のことを言う。ハイヤーとは、英語で賃貸、賃借の意で、ホースフォーハイヤーや、ビリクルフォーハイヤーと使われる。ハイヤーという呼び方が古くからある呼び方で、タクシーメーターで運賃計測されるようになり、タクシーとも呼ばれるようになった。 道路運送法には、ハイヤーを定義する条文は特に存在せず、ハイヤーはタクシーの一種として位置づけられている。総称して、配イ事業とも呼ばれている。タクシー業務適正化特別措置法にて、この法令の記述で用いる用語として、以下の記述がされている。タクシー、ハイヤーは自由に開業できず、行政によって事業の許認可が必要となる。この許認可においては、 タクシー事業とハイヤー事業の間での相違はない。タクシー業務適正化特別措置法での区分は、英国での2種あるタクシー区分と同等のものである。これにより、タクシーが駅前等の指定の利場、無線による廃車、街中の流しによって利用されるものであるのに対し、ハイヤーは営業所等を拠点に予約の上で利用されると広く、一般に、 解釈されている。旅客と事業者との間の運送契約は、タクシーについては乗車から降車までで終了するのが基本であり、課金区間も基本的には乗車地から降車地までである。旅客が電話等で廃車依頼をした場合は、事業者が依頼を受けた時から運送契約が始まるため、廃車料金が発生する場合があるが、原則として降車より、 後の料金が発生することはない。これに対し、ハイヤーは一営業ごとに、出庫、乗車、降車、帰庫という動きがあり、この全区間が運送契約、課金の対象となる。旅客が乗車中の区間だけではなく、その前後の区間も課金対象となるのが、ハイヤー料金の特徴であり、この点が、タクシー料金と大きく異なる。なお、一営業ごとに、 出庫乗車降車帰構という動きをし、その全区間が課金対象となるという点は、貸し切りバスと同様である。車両にも特徴があり、自動車メーカー各社の高級車が用いられるため、必然的に車型はセダン、車格はタクシーでいう、中型以上となる。車体色は主に黒塗りで、屋根状のアンドン、タクシーメーター、窓の運賃表示がない。 ただし、関西方面では合理化のため、黒塗りタクシーのアンドンを外し、料金メーターや社員証などに多いをかけて、ハイヤー業務に使う会社も多い。そのため、ハイヤー専属が少なく、黒塗りタクシーが大阪では8割であり、前述のように配達兼用車となっている。この他、主流ではないが、車型にはワンボックスカーやミニバン、車体色には白や、 シルバーも存在する。また、数は少ないが、差別化のために、車体の後部座席部分を拡張し、TV モニターやサラウンドオーディオシステム、シャンパンクーラーなどを装備したリムジンもある。地方では、タクシー全般のことを、ハイヤーと称することがあり、社名も、ハイヤーとしている、タクシー会社が多く存在する。中でも、北海道では、タクシー車両を、予約や、 廃車依頼されている車両については、ハイヤー、予約などをせずに、一般利用されている車両については、タクシーと車両の利用形態に応じて呼び分けることもある。ありがとうございます。